皆さんこんにちは、G賞レゴブルーダー、Hirogéだ！はい、今回紹介するレゴはこちら！はい、こちらレゴシティ、シティの楽しい学校です！はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは2021年に発売されたレゴシティです。はい、外箱はこのようになっていて、ちなみにこのレゴシティはロードプレートシステムで他のセットと繋げて遊ぶことができます。そしてこちらのレゴシティはなんとミニフィグが7体も付属します。さすが大型セットですね。付属するミニフィグの数も多いです。そしてシティアドベンチャーズのキャラクターが2体付いてます。はい、箱の後ろはこんな感じです。今回のレゴシティもすごい情報量盛りだくさんで作るのがすごい楽しみです。こちらの定価は8280円で、ピース数は433個です。ちなみにこちらは今年発売されたトイザラスのハッピーバッグの中に入ってました。はい、それではレゴシティ、シティの楽しい学校を組み立てます。はい、まずは組み立てが終わりました。いやー、結構久しぶりに大型のレゴ作ったんですけど、めちゃくちゃ作るのが楽しかったです。では今からこちらのシールを貼って完成させたいと思います。せーので、完成！シティの楽しい学校です。はい、完成しました。いや、さすがレゴシティですね。めちゃくちゃ雰囲気が出てます。ちなみに組み立てにかかった時間は1時間30分で、シール貼りに5分かかりました。昔のレゴシティって結構シールめちゃくちゃ貼ってたんですけど、今回のレゴシティのシールは全部で13枚でした。個人的にはこのレゴシティは結構作りやすかったです。はい、今回付属するミニフィが全部で7体です。名前があるのは左の2体のビリーとマンディで、それ以外は名前はありません。この3人組が生徒で、この子だけ車椅子に乗っていて、で、こちらが学校の先生で、こちらがスクールバスの運転手です。今回のミニフィグの服装なんですけど、すごい個性が出ててめちゃくちゃ面白いですね。それぞれの背面はこのようになっています。そしてこの3体のミニフィグはリバーシブルフェイスとなってますので、はい、このように表情を変えることができます。はい、ではこちらのスクールバスを見ましょう。これはもうまさにアメリカのスクールバスですね。はい、全体をぐるっと見回すと、このようになってます。近くで見るとこんな感じです。フロント周りの造形はスピードチャンピオンシリーズと比べて結構シンプルな造形になっています。側面はこのようになっていて、僕個人的にこのスクールバスの窓の造形がすごい好きです。背面はこのようになっていて、このスクールバスは車椅子対応になってます。こういった細かいところまで再現されているのがさすがレゴシティだなって思います。タイヤがついてますので、このようにこの走行で遊べれます。続いてこの屋根の部分が外れて、ちょっと見えづらいんですけど、バスの内部はこのようになっています。上からバスの運転手を乗せで、生徒1人を後ろに座らせることができます。で、このまま閉じて、でさらにこの部分が稼働して、車椅子の生徒を乗せることが、そっか、これ取らないと車椅子の生徒を乗せることができます。で、このまま屋根を閉じると、これヘアパーツでちゃんとロックしないんだ。これ乗せるときヘアパーツ外さないとダメなんだ。じゃあもう一度取り付けます。いけました。はい、スクールバスは最大3体のミニフィグを乗せることができます。ただ個人的に車椅子はヘアパーツ取らないといけないので、ちょっとここが残念かなって思います。で、このまま出し入れすることもできます。はい、続いては学校とバス停を見ましょう。まずバス停はこのようになっていて、ここに横断歩道のマークと信号があります。バス停の造形自体は割とすごいさっぱりとしています。個人的にはなんか時刻表とかあればよかったかなって思っております。僕が前にレビューしたロードプレート交差点と一緒のパーツになっています。では続いてはこちらの学校を見ましょう。個人的にこの学校の構造は多分 RC 像か鉄骨像だと思います。いや、近くで見るとこのようになっていて、今回門とかがないので、ここが学校の入り口です。ドアはこのように開くことができます。このドアパーツすごいいいですね。自転車専用道路は水色で、これがプリントパーツになっています。昔のレゴシティだったらこれがっつりシールなんですよねはい、では続いては校庭はこのようになっていて、ここに自転車が止まっていて、でここがウォールクライミングになっています。ここが学校の旗で、でここにリスがいます。飼っているリスなのか野生のリスだと思います。でウォールクライミングの隣にあるこのスコアボードは石蹴りのスコアボードだと思います。ちなみに校舎は2階建ての白い建物になっています。ここに太陽光パネルがあって、でこの部分がチャイムです。では内部を見ましょう。まず1階が音楽室と図工室になっています。ちなみにこれ唯一残念なのは1階と2階は分離しません。こちら側にロッカーと掲示板があって、ドラムセットとギターとマイクがあります。おお、これはもうめちゃくちゃいいですね。でこれが絵の具で、これが描いている絵だと思います。ちょっと見えづらいですけど青いドラゴンになっています。続いて2階は理科室になっています。まずここに顕微鏡とフラスコとアルコールランプがあります。で理科室でよくある人体模型の骸骨があります。骸骨ってこのためにあったんですねそして机なんですけど、今回は2つしかありません。まあちょっと個人的にはこの机ちょっとちっちゃいかなって思います。そしてこれが黒板になっていて、これは化学式で、でこれパーツを付け替えることで惑星図を見ることができます。こういうシンプルなギミックがあるのがレゴシティらしいなって思います。はい、付属のミニフィグとスクールバスを並べるとこんな感じです。そうそう、言い忘れてたんですけど、このミニフィグにはヘルメットがついたヘッドパーツがあります。いや、やっぱね、ミニフィグを並べるとめちゃくちゃ雰囲気出ますね。今回箱みたいな感じでシンプルに並べたんですけど、こんな感じで学校遊びができるレゴシティとしてはかなりいいセットだと思います。はい、レゴシティ、シティの楽しい学校はこんな感じです。はい、ということで、レゴシティ、シティの楽しい学校を組み立てててレビューしていました。まずこのロードプレートシステムがあることによって、他のレゴシティと組み合わせて遊べれるところが、個人的にはすごいいいと思いました。レゴシティの再現度はすごい高いんですけど、今回のこちらの学校とスクールバスの再現度もすごい高かったです。はい、以上、Hirogéでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと、最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほななーイェーイ